どうも皆さんこんにちは、こんばんは。今回はアストラルチェインのストーリーを進めていく上で知っておくと得する豆知識の紹介です。前回の戦闘編に比べると重要度はそこまで高くないので、ちょっとしたお役立ち情報となっています。なので最近このゲームを始めたといった方や、これからストーリーを進めていくといった方向けとなっています。それでは早速一つ目から紹介していきます。1. ファイルの再挑戦。拠点の司令室にあるパソコンにアクセスすれば、過去にクリアしたファイルをやり直すことができます。ファイルはチャプターごとに分かれているので、好きなチャプターからやり直すこともできます。また難易度も変更して再挑戦することができます。取り逃したアイテムやクリアできなかったサブミッションなどをここで紹介していくことができます。 2. オーダー。このゲームにはやり込み要素の一つとしてオーダーというものがあります。ストーリーを進めていく上で様々なお題が出されていて、達成すると特別な報酬がもらえます。オーダーの内容と報酬はメニューのオーダーの中から確認が可能です。主人公の衣装やスキンカラーなどはほとんどここから入手するので、一度確認してみてください。オーダーを達成したらオーダーのメニューの中から受け取ることができます。この時に右スティックを仕込みで達成済みと未達成のものに分けることができるので、ぜひ活用してみてください。 3. 主人公は変更可能。一つ目で紹介した司令室のパソコンからファイル1をやり直せば、主人公の性別を変えることができます。この時に髪型や名前も一緒に変更可能です。変更後はここのバイクのチャプターはクリアしないといけませんが、次のチャプターに移ってからメニューのリタイアを選べば、変更した後の状態で続きを遊んでいくことができます。ちなみに名前の変更についてはオーダーの人間観察、こちらをクリアすると拠点のロッカーからも名前を変更することができるようになります。 4. UI カラーの変更。こちらは本当に小ネタになってくるんですが、このゲームの UI のカラーはオプションから変更が可能です。様々なカラーがプリセットで用意されているので、お好みのカラーに変更してゲームを楽しむことができます。 5. 換金アイテム。こちらも引き続き小ネタになってきますが、換金アイテムを売るときはアイテムを一括して販売することができます。 X ボタンを押した後、売りたいアイテムを選択して再度 X ボタンでまとめて換金することができます。この時にメニューも換金アイテムの項目から選ぶようにすると、重要な回復アイテムなどを間違って売ってしまうという事故を防ぐことができます。 6. 敵の体力。戦闘中アイリスを使って敵を見ると敵の体力を知ることができます。ボスクラスの敵の体力は画面の上部に表示されて、雑魚敵などは敵の体のすぐ横に表示されます。一度アイリスで表示させた後はアイリスをオフにしても体力は表示されたままです。 7. トイレの妖精、スライム、そして猫。ゲームを始めたばかりでまだ見つけてない人からすると、ただ何言ってるのかよくわからないタイトルになってると思うんですが、このゲームにはやり込み要素の一つとして各ファイルごとに先ほど挙げた3つの要素が隠されています。まず猫に関してはストーリー上でも猫を保護するイベントが見られるので、皆さんご存知だと思います。各ファイルごとのマップのどこかに猫が隠れているので、それを見つけて保護してあげます。保護した猫はマックスのセーフハウスで確認することができます。この場所へはファイル3まで進めると来ることができます。ストーリー終盤のかなり強い敵や極限難易度のミッションで心が折れそうになった時は、ここに来て癒されていきましょう。次はトイレの妖精について。拠点のトイレの個室を調べると、トイレットペーパーを切らして困っている人と会話ができます。ここでトイレットペーパーの代わりになるような紙を見つけてきてほしいと頼まれます。こちらも猫と同じで、各ファイルごとのマップのどこかにトイレが設置されているので、そこを調べることで代わりとなる紙を入手することができます。これをトイレの妖精さんに渡すと、それぞれ特別な報酬がもらえます。最後はスライムについて。トイレや猫と同じように、各ファイルごとのマップの特定のポイントでレアスライムに会うことができます。このスライムは主人公を見つけると逃げていきます。
追いかけて倒すことができるとレギオンのカラーを入手することができます。倒すのが間に合わないとスライムはそのうち消えてしまいます。レギオンとのチェインバインドも効果がないので倒すのが非常に難しくなっています。もしビーストレギオンがいれば乗って追いかけて攻撃するのもおすすめです。以上で今回紹介する内容は終わりです。前回の戦闘編に比べると本当に基礎的な内容だったので、すでにストーリーも結構進められている方からすると知っている内容だったかと思いますが、本当につい最近買ってこれからストーリーも進めていくっていう方なんかの参考に少しでもなっていれば幸いです。オーダーも結構の数が用意されていて、種類も戦闘に関わるものからユニークなものまでいろんな種類があるので、かなり充実していると思います。最後に紹介したスライムとか猫などもマップの各所に本当に隠されているので、ストーリーの中でマップに出た際は一回ちょっとストーリーを置いといて、そういった散策をするのも楽しみの一つとなっているので、ぜひいろいろ散策してみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。